さあ、ということで今回はですね、なんとあの郷様をドッキリに仕掛けたいと思います。ちょっと数週間前からもう2回ほど打ち合わせを作家さんともさせていただいて、私は小田原までちくわを作りに行ったりしてツイッターにもちくわを載せてみたりと、郷様にいろいろと私がこれから話す話を信じてもらうためのギミックはいろいろちょっと散りばめたりしてまいりました。では本編どうぞ。お昼食べてないの？お昼食べてない。朝も食べてない。朝も昼も食べてない。昼も食べてないよ。食べよう。食べるよ。なんかさ、ちょっとさ、うん、時間あるんだよね、まだっけ。うん、ある。西尾さんにはちょっと相談したんだけど、郷様にも一応相談っていうか、うん、なんだけど。ちょっとさ、ちょっと育成が間に合わなくて、うん、クライアントさんとかお仕事をいただいてるのに、うん、一応、うん、やってはいるけど、うん、継続でやっていくのは厳しいかなと思って、うんうんうん、ちょっと、うん、回数をちょっとずつ減らしてもらうか、うん、とりあえず年内で一回ゴージャス動画卒業しようかなと思って。え？野球運動が指導したの？野球運動がまだ指導してないから。いやでもあれはさ、うん、週1とかさ、まあね、で育てるとかがないからさ、うん、でもなんかこういろいろ考えて、うん、まあアシスタントもさ、私一応毎週時間取って、うん、火曜日、うん、木曜日は絶対毎週取ってる、うん、休み取ってるから、うん、他のアシスタントが出れない時とか、うん、待ってるじゃない、うん、で前さコメントでも私言ったけどさ、うん、生放送の時に、うん、カージャスの時とか、うん、もうまあみんなもさ、そりゃ他のアシスタントの方が見たいってなるだろうし、なんかまあそれもちょっと、うん、あーってって私は自分のやることは頑張ってるんだけどなって、うん、あそれね気にすんなって言うと思うけど、うん、まあ、それもあって、うん、まあちょっと手すぎかなっていうのもあるし、新しいアシスタントをもっと入れてってやっていくっていうことになるんだったら、うん、変わった方がいいかなと思って、結局そのクライアントさんの指名で、うん、あのアシスタントを選んでくださる時もあるっていうから、うん、まあ、じゃああと何年これ続けるのかなって思った時に、うん、まあ、若干もう結婚も諦めてるし、いやーちょっとそれに関して、いやもうそれはダメだ俺はもうそれ、そっちを取るんだったら、いやいやいや、そっちを取るんだったら俺は別にこっちの回数全然減らしてもらっても全然いいけど。そっち取るものがないからさ。いやもう。もしかして将来的にあるかもしれないけど、うんうん、しばらくはやっぱそういうことはないなと思って、することもないし。それは、それはダメ、それは、それはもう甘い。今のところにもうちょっとね、うん、ちょっといて安心感があるから、もう昔みたいに冒険とかしなくなってきちゃったからだよ。いや、それもあるけどさ、うん、まあ、会社のこともそうだし、うん、なんかいろいろやった方が、事業もそうだし、うん、もっと展開していった方がいいなって思った時に、うん、やっぱりさ、その収録で時間取ってるからできなかったこととか、うん、あのまあ、マネジメントだからさ、他の人をつければいいって言えばいいんだけど、うん、もうちょっと事業に集中した方が後々のためにもなるのかなと思いつつ、その時に昨日さあ、たまたまさあ、小田原に行ったのよ。小田原、うん。で、ちくわの体験教室。やってたね。やってたの。え、めっちゃ面白くて。うん、え、見た、うん、見た。ちくわ焼いてた。そうだよ。ちくわ焼いてた。ちくわ焼いてたでしょ。うん、いやさ、あれがさ、うん、なんか、ちくわの博物館みたいなやつが併設されてて、うん、で、いろいろなんか聞いてて、うん、説明受けたりしながら、うん、ちくわ体験、作る体験とかをやってたら、うんうんうん、ちくわの歴史ってマジ深くて。いや、でも、なんか本当に、その博物館を見てたら、うん、あ、すごいなと思って、知らないことはあるんだな、食品としてね、うん。そうそうそう、食品としてもすごいなと思って、うんうん、ちくわを、会社の事業内容に、うん、ペットショップとかさ、うんうん、犬の、うん、
ッズ販売みたいなやつも入れてるんだけど、うん、あ、これ、ちくわ、ちくわんわんで、ベタフードいけんなと思って。いや、ワンワンね、まあね。そうだ、ちくわんわん。のものね。ちくと、ちくわと犬で、ちくわんわんだよ。ちくわんわんにするか、ちくわんわんわん。で、最後のワンはナンバーワンのワンだからね。ちくわんわんはもうあるんじゃない？見て調べた。調べてない。あるかもしれない。ちょっと待って。いや、でも本当に、すごい練り物関係。まあ、ちくわだけじゃなくて、それかまぼことかもあったんだけど、うん、外人さんとかもすごく多くてね。うん、体験教室に来てる人たちが。うん、で、あ、これ普通に海外向けとかにも行けるとか、うん、ワンワンフードで、ちくわんわん、これは、ないでしょ、多分。ちくわんわん。まだないでしょ。ちくわんわんのブログ。ちくわんわん、でも、ちくわんわんのブログって、人がいる。ちくわの可能性は、これ、広がったなと思って。あ、そうだ、私、これ、私作ったちくわ。なんでこれ。これ私作ったちくわ。これ食べて。めっちゃうまいから。おいちゃんちくわだ。ちくわだよ、おいちゃん。私昨日ちくわ作ってきた。これ焼いたの、こうやって。これそうだよ。これ私9番だから、私の番号これ9番。9番だから。これ誰が作ったか分からないくならないように、私9番さんだから。次まだ時間かかるんで、もうちょっと。いや、マジ、ちくわマジすごかったから。ちょっとこれ食べたいな、これ。ちょっとこれ今日のおやつに。ちょっとあとで食べようよ。ちくわんわんだから。ちくわんわん、確かに。ちくわんわんまだね、大丈夫かもしれないね。いけるでしょ、商標いけるでしょ、商標いけるね。それはそれちょっとさ、それは余計ん動画とかでやりなさいよ、それ。いや、まあそれもあるけど、うん、まあでもその事業としてもやっていきたいなって思ったからっていうのもあるし、うん、いやでもそんなこんなもっとそんな全て捨てて結婚の方にちゃんと本格言ってもらいたいな。全て捨てて結婚できないからついてんじゃん、うん、いやもう本当にもうちょっともうちょっとちくわ研究する。ちくわに見せられたもんだな、ちょっとただ小田原がいいってことね。それだけすごかったんだよ。うん。そんな衝撃的だったんだ。衝撃的だった。もう名刺もらってきたもん。早く小田原。もっと早く。キュンが難しい。いやでも意外と、うん、なんとかなるって。いや、ちょっと卒業はちょっと待ってくれ。月一でいいよ、月一。まあ、一回その、うん、西尾さんともまだ話してる途中だから、でも別に、意見は尊重してくださる方だから。まず結婚しよう。まず結婚したいよ、私だって。先生とかもやっててもな、あ、キュンがいないのが何の価値もない。お待たせしました。はーい。はーい。すげえ、お腹が痛いよ。そうなんだね。でも光栄だね。まあそうです。ここまで。ね、うん、関わらせていただくとは思ってなかったんだ。うん、誰のおかげだ。プレフロ王様のおかげです。いい景色です。あれ面白かった。いい景色だろう。本当だよね。はい。じゃあ、回りましたので、はい、やっていきたいと思います。はい、じゃあ、行きましょう。はい、本番まで。うん。ごめんなさい。4、3、2。iPad が壊れてしまったんで、プレフロが封印されているよ。どうも、始まりました。ロジスタンです、私が。ロジスでーす。アシスタントは、ウキュンでーす。そうだ、そうだ。修理にも、たまったもんじゃないですよ。チェンジしないといけなかった。初期不良だったんだっけ。初期不良的なやつなのかな。はい、ということで、呼んじゃおう。クラゲーン。はーい。はい、ということで、今日は一体何やるのかな。ブレフローをやるよ。ブレフローやろう。やろう。やろう、やろう。うん。今日は、もう、あれだな、ケンタロウ。はい。欲求チャレンジだな。俺が、でもダメだって。いや、ちょっと iPad が壊れて。いや、壊れてないの。どうすんの。今回はですね、なんでエリムさんの方から、ブレフロー2の新しい PV が届きましたので、おー、ちょっとそれを見ていただこうかな。もう、はい、もう見たよ俺。え、4月1日にだってもう流されたから。あーあああ、4月1日のやってた、やってた。うん、4月1日のやつだろ。いや違います。え、あ、本当の本当の。ブレフロー2って本当にやんの。本当にやるんです。本当にやるの。ずっと4月1日を引きずってると思った。ずっと長い嘘ついてんだろ。本当にやんの。出ましたよね。ゴージャスの方が本邦初公開ですよ。そうです。あら、やっぱり、はい、王から
王から民へ。ね、王から民へということで、はい、ちょっと私も見てないから何とも言えないんですけど。そうですね、うん、やばいね。おー、ケンタロウ見たの？僕は見ました、やっぱり。見た、うん、マジで？ちょっと、はい、あ、もらっていい？見る前にその どんな感じか感動するちゃうか。まあ、見ようか、はい、よし、それでは VTR スタート。お、これいつものね、ワンだな、すげー。わー、6A 龍。あれ、2人が残った。え、うわー、大人になったんだ。そっか、だって何年後とかなの。すげー、みんなそうだ。だって2何年後かの話ってあった。すごいね。ちくわってる、ちくわじゃん、これ。これエイプリルフールバージョンなのかな。ちくわ、何、ちくわじゃん、これ新しいやつですね。何これ。ちょっと待って、あれ、え、なにこれ、どういうこと、何を言ってんの。ほう、これは、おー、ちょっと、なんで、ちくわって、すげー。おう、絆のクロス、え、こっちだ、ラバ、ラバ、え、ラバですね、ラバね、うん、バルガスとラバ。あ、おう、あ、すごい、スカラロード。うわ、あ、でもみんな6英雄が大人になってるね。はい、以上ですね。うーわー、楽しみ。え、ちょっと待って、いやー、ちくわの可能性を感じましたね。そうですね、やばいね、はい、え、なに、かなりやばいね、はい、ちょっと待って、やっぱりこのちくわの可能性が、ね、昨日余球がちくわ工場見学行ったのも知っててこれになってんの。どういうこと。え、たまたまですか。え、どういうこと。どっち、偶然なの。何、何それ、何、俺にドッキリ、何、何これ、どうなってんの。え、このちくわは関係あるの。今ちくわ関係ありますよ。ちくわって何。ちくわ、ちくわはちくわだよ。900年前からできている。え、何、時代でも、うん、あの織田信長たちも食べてきた、献上されてきたものなんだよ、はい、これ何、これドッキリ、何。ちくわ関係、ちょっと待って、パニックでしかないよ。パニックでしかないんだよ、なんでこれ。可能性感じてもらえました、ちくわに。なんだこれ。ふんわりしてるから私が説明するのかな、これは。そうですね、なんでクラゲがやってくれるかな。なんでこうなってるんですか。ちょっと整理しよう、ジャスク。ヨキュンが、うん、昨日ちくわ工場に行って。あ、そうなんだ。体験してきたのね、ちくわ。そして100点もらった。で、それを、うん、言われて、うん、偶然とあんたかと思って、うん、PV 出てきて、お、これは花ちくわ使えるぞと思って、あの、うん、え、あの PV に違和感を覚えなかったの。こんな偶然あるんだ。こんな、いや、おかしいでしょ。あるんだなと思って、不安とね、驚き。なんかいろいろ話をされたんです。あ、欲求やめる説。止めらんねえから、それでもちくわ工場のやつ付き合ってね、うん、やっていくみたいなこと言ったから、あ、考えが甘いなと思っちゃう。ダメだって言った、うん、そんな男飽きるぞって。ダメだ、絶対飽きるんだから。毎日飽きるぞ、飽きるぞ、ね、ちょっと、うん、目を覚ませてあげようか。目を覚ませ。何が。君は、うん、騙されたんだよ。バカ言うんじゃないよ。ちくわは、うん、ちゃんと調べて、権利も大丈夫かって調べて。そう、優しかった、すごく、うん、もうやってんじゃないかと思ったね、うんうん、大丈夫だった。動画も卒業すると、する、ちょっと今年いっぱい、きついなと思ったけども、その意志が固いんだったら、もう止められるものではないかな。おい、ビンタするぞ。何が。何が。目を覚ませ。何がだよ。騙されたんだよ。ちくわ工場昨日行ってんの。俺ちゃんとツイート見てんだよ。嘘じゃないの、知ってるんだよ。見てる、俺ツイート見てるんだもんやって、俺見たもんだって。そこも、うん、全部、うん、このために先月からちくわ工場に行くことになってたの。あ、だんだん怒りを覚えてきた。でも、だんだん怒りを私じゃないからね、私はやれって言われてやっただけだから。ケンタロウだから。誰に。ケンタロウ。ケンタロウなのか、これ。ケンタロウです。あれ、あれもお前、あそこの自動販売機で150円入れて110円の飲み物買ったら、お釣り10円しか出てない。
知らないでしょ。知らないでしょ。超やばい。え、ちょっと待って。ブレフロー2はちくわ関係あるのか。だからちくわ関係ないですよ。ちくわ使わないのか。使わないですよ。あれこっちで加工したやつでしょ。そうです、僕が加工したやつです。お前がやったの。もう一回見たい、もう一回見たい。ピンブルもう一回。いや私ももう笑っちゃってさ。いやそんな露骨なちくわあるって。これね、私は英雄だな。最後の2の剣をちくわにしろって言ったんだよ。全部ちくわにするしろまで。俺もちくわあるからね。でも最初からやばいと思ったもん。ちくわちくわだって。これ後で使えんなと思って、これ。これ後で、あ、偶然ちくわなんじゃないか、お前みたいな感じで。ちくわがな、ワンから。何本か。私も最後の2本だけでいいと思ってたのに、全部ちくわにしてきたんだもん、ケンタロウが。みんなちくわやんな、うん。はい、ということで。あ、焼けるよ、ちくわが。ジャスクへのドッキリ大成功ということですね。ユケタが作ったちくわあるんで食べますか。うん、うん、ちょっと用意します、ね、作ったのそれ。そうです、作ったやつがあるので、ちょっとお持ちします。もう一個ある。こちら、はい、こちらがユキが作ったちくわですね。食べて。ちくわまん、チーズちくわ。いただきます。なんか入ってる。どうぞ。あ、おいしい。騙されないぞ。うん、うん、うまいな、これ。お茶いる、うん、お茶いらない。なんかちょっと涙目になってる。認めない、俺は。いやいや気だから、今。ね、大きいんだけど。認めたらもう終わるから、これ。君はさ、うん、すぐ引っかかるな。いや、これ全然。涙目になってるぞ。ただ、ツーアウトだからね。ツーアウトな。ケンタロウがやればよかったんだよ。あとワンアウト、ゲームセットだよ。ゲームセット、ゲームセット、お前ゲームセットしてなあ、うん、やばいよ。うん、まあ、ブレフロー2もお楽しみにということで、はい、今回ここまでですね。はい、よし。欲求チャレンジやろ。作るチャレンジした。よく食べれるね、そんなからし入りを。ねえ、からしなんか入ってない。余計が愛情込めて作ってくれるな。これ買ってきたやつ。スリーアウト。いやあの体験教室で1個しかできなくて、それもせっかく行くからよきゅんチャンネルの取材で食べちゃった。ああ自分でだからこれもそれも2個入りで買ったの。おおずよ。違う、あれなんだよ。おいあれもなんだよ。違う違う、これはそのあ、じゃあこの棒、これは本当に私がちくわを作ったやつで使った棒なんだけど、でも食べちゃったから、でもこれなんか信憑性を増すためにこれ持って帰ってちくわ刺した方がいいよねってなって、でもね、売ってるちくわのさ、ちくわの中がちっちゃすぎて、今日グリグリさ、私がさっきあっちでグリグリちくわにこれ刺したの、だからちょっと変な形してるの。なるほどね。でそれ見ながらケンタロウはケラケラ笑ってたの。ファイブアウトだよ。ファイブアウトだよ。さあ、ということで次回もお楽しみに。みんなもちくわの可能性感じたかにゃ。バイバイ。バイバイ。おい二度とすんじゃねえぞ、俺は生ソードなんかな、おいおい、すみませんでした。あれタイムアウトです。じゃあ動機を。私は乗り気じゃなかったんだよ。ほら、ドキュンは俺を騙すということ、本当に。でも私、本当に分かってない。全然、うん、もっといろんな話をされたんだけど、うん、もう何を言っても無理だよって言って。なんで無理だの。ん、
だって私何でも王様に喋るの、うん、相談することが、そうそうそう、だからもうやめるってとこしか信憑性がないって話でここに、うん、合ってるでしょ、やめるしか信憑性がないよ、何を言ってももう もうそれに、そうだからなっちゃうと俺もう本当にお二人の間柄がそういう感じでもう、うん、なんか何を言ってもあこれは絶対違うなっていうふうに絶対バレるって私は言ったから、うん、それじゃあそっちでいきましょうって、バレるな、でちくわの可能性っていうワードが面白すぎてちくわ作りに行くことになった、俺がそのツイートを見てるからなんだよ、俺がもうそうだよ、でもまあ見なかったとしてもしょうがないなとは思ってたの、いやけど大体アシスタントのことはチェックしてくれてるから、うん、まあ見るだろうと思って、いや昨日は超忙しかったから俺もそんな偶然本当にちくわのやつ見たから、うん、そう、いやうまくいった、そこか私も知らなかったあれはあれもそうです、あれもそうです、あとはいやこれとこれとそれが回ってた、これ回ってた、回ってたね、これさあ数日前からさ赤いランプ見えないようにわざわざ貼ってたでしょ、2週間前ぐらい、やっぱり私それも気づいてたレックのボタンがあれレックされてないと思ったら黒でテープ貼られてたから、あもうすでにおいちゃんは始まってるぞ戦いが、どうなるんだろうこれ大丈夫かな、私もうまく喋れないって笑っちゃうって言ってたの、ちくわの可能性に、うん、ちくわの可能性小田原に住む、小田原住まないのじゃん、住まない最初この番組はエイリムの提供でお送りいたしました。